CP ライセンス。I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time we got out. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, kind of life. Silent and bold, the wind is cold. You must return to the wild. Silent and bold, the wind is cold. You must return to the wild.去年ライツで GP のライセンス取ったと思うんですけど、はい、今年なんでまた1年ライツに出るんですか？自分の修行の場として選んだのが B1 ライツ。あのポイントは取って GP の権利は取れても、ちゃんと着々と勝ち上がるってことは、まあ、結局トラブルも含めて全然できてないし、まだまだライツでできることあったよねっていう状態で去年終わっちゃったから、去年 D1GP の奥井吹と恵比寿南を実際生で見たんですけど、鳥肌が出てもう涙が出るぐらい感動したの。私、あ、私がやりたいドリフトってこういうものだなって、その人が見た時にそれで感動できたり心が動くよう な心が熱くなるような走りを自分もできるようになりたいなって。ドリフトの技術を使って人を楽しませることができるようなドライバーになりたいし、それが私の初心だったから、 GP に行けるから OK じゃなくて、常に技術は向上させたいし、特に D1 ライツってもう激戦区ですごくレベルも高くて、ほんとちょっとのミスが許されないような場だから、やっぱりそこでもっともっと鍛えてもらって、自分でそういう環境にどんどん入っていかないと絶対成長できないから。なんかですかね。俺じゃないよ、下田だよ。どう思いますか？いや、いいと思いますよ。元気があって、元気があっていいと思います。ドライバーはね、ほら、乗るのがしょう。メカニックは直すのがしようと。これメカじゃないです。結構みんな適当にこうやっちゃうんですけど、うんうん、ちゃんとサイズをきっちり合わせた方が、はい、実は強度に大きく影響するんです。あ、そう。張り方が B クラス走行、この際でございます。
ってもいいでしょうか。あ、はい、いってらっしゃい。いい角度なんだけどさ、止めようって気持ちが強すぎてさ、とにかくもうアクセル全開で踏んでる、はい、路面を掴んでない。ちょっと待ちの時間は長いけど、まああんな感じだったかな。僕らがちょっとコースを見てる間にもうあっという間に出来上がりました、はい、こちらの3分クッキングみたいな、こちらが出来上がりです。じゃじゃじゃん。皆さんの力で登りました。ありがとうございます。そう、ホームセンターでアルミパイプ、そうアルミパイプを買いに行きたいんだよ。じゃあ私買いに行きます。いや、みんな突き出されるついてないな。まあもうちょい角度つけような。今の時点でね 97.0 で3位。これやりすぎんだよ、何度も言う。さあ、そして下田です。現在3番手の、はい、さあ、スピードは下田、相当いいものがある。どんな飛び込みを見せるか、それに対して土井正和、さあどう立ち向かうか。今スタートしていく。さあ飛び込み、青いマシン下田がちょっと離れている。さあ下田がいい振り、下田がいい振り、さあどうだ、飛び出す、若干、あー飛び出す、これはダメだ。なるほど、やりやがったか。これは差はまだついておりません。1ランク1ランク土井正和がアップというアドバンテージということはまだわからない。どんな後追いを下田が見せるかどうか、しっかりとついていって、そして後追いを取っていけば下田の逆転がまだある。さあ土井についてる、土井についてる、さあ振り返して、いいアドバンテージ、戻っちゃう、戻っちゃう、戻っちゃう、これはダメだ、これは全くできない。まだまだ下田さやか、後追いとしての課題は抱えているというのが浮き彫りになった。さあ続いて下田さやか、どうだ、振りは良かったね、振りは良かった、合わせた、合わせた。
わせ飛ばし、それぞれを通った、それぞれを通ってきている。ダメだったです。パニックに陥ってます。何があったんですか？みんな質問で立ち上がっちゃってました。回転終わって結構どうしてもまっすぐなっちゃう人も多分いるし、やった長いとすごい。やらなきゃいけないことは大して変わらないので、ちょっと大きいかもしれないだけなんで。まあでも今ぐらいまとまったら別に全然やけどね。もうちょっと基準を上げるかどうか。そうですね。下田さあ、ここから加速して最初振り出していく。ちょっとぬるめに来た、ちょっと抑えてました。ちょっとポイポイ動きが失速しただよ、ね。はい、ものすごい置いてきましたね、はい、6.4 ありました。マシンが来たのは下田さやか。来た、いいフリー、来た、来た、おー、来た、踏め踏め、回れ回れ回れ、危ない危ない。さあ下田、ここは見せる。これもいければ、これは悪くない。下田決めた。おお、悪くないですね。下田決めた。これいいんじゃないですか。してます。全員バスるかもしれない。やっと壁越えました。ありがとうございます。
ので、私はもうとにかく思いっきり行きます。はい、いいですか？さあ、どういうことになってくるかどうか、7組目。今、両者がセット、スタート地点、されました。気温が、いや、高まってきた。シグナル点灯、そしてスタートしていく。まずは大井橋、エスイト、仕事さやか。そして、後ろから、シグナル、伊藤光則が、どんな後追いを見せるかどうか。最終コーナー。さあ、どうだ。うわ、よっ、離された。離されるか。さあ、どうだ。うわ、来た。来た。いや、マジか、マジか。これはいった。めちゃくちゃいい。これはいった。いや、めっちゃいいや。先行で取った。取った。めちゃくちゃ良かった。伊藤を置いてかれた。トップの走りです。単走優勝、単走優勝ですよ、今の走り。いや、これは見事、下田さん先行で1取った。ああ、慌てずに。全体して下田がやらかさなければ。そうなんだ、はい、これは下田が見せたいというところが。いや、いや、いいとこにいる、いいとこにいる。まずは伊藤真希が振る。ああ、外れた。大丈夫か、大丈夫か、シグリルか。これは伊藤選手が失敗して、ベスト8進出、下田さやか。一台前と来ますから、あの、一人もいいですよね、はい、非常にコントロールうまいですね。赤赤、今携帯さんを取っていく。いやせヒーロー、吉村明人、踏ん張って、ついていきたいところだ。ヒーローはこの最終コーナー、下田、いいスピードがある。こっから伸びる。さあ、こっからグーンと来る。いや、さあ、吉村も来るが、悪くない、下田悪くない。うまいわー、下田がいい。早い。これは先行。しかし吉村も、吉村ももちろん負けてはいない。うん、取れないね、イーブン。あと追いで 0.5 でも取っていけるかどうか、ベスト4なるかどうか。黄色から来る、それに対して下田、さあどうだ、近いところ来れるかどうか。吉村、どうだ、ぐーんと入っていく、ぐーんと寄る、ぐーんと寄る、寄っていく。いやそれはダメだ。ナプチを打っちゃって、いやー見えないね。はい、口がね、逆になっちゃうかな。先行も後追いも両方良かった。嬉しいです。本当先行良かったね。あの先行を今日出せたら、出せないのが、出せないのが、出せないのが、なんで決めつけるんですか。あれ、いきなりビビったよ。期待に応えない女ですね。なんでそういうこと言うんですか。まあまあ、それでもこうなりながらも答えては来てるもんね。で、2メーター奥でいいから。さあ、下田です。下田も1本目では届いていない。なんとかしないとベスト16理想で。さあ、今日ベスト16登れるか。遠いところから下田先生、ギリギリのところ、剣は取りに来る。ああ、ここ外した。あんた15位だ。あんた
ました、15位。当然狙ってきます、関東さん。どうぞ、一言意気込みを。はい、えっとですね、第2戦目が入るんで、お腹を変えるので、始めます。よろしくお願いします。この対決、さあ動き出した。早見が前、後ろから下田。まずは遠いで下田さやか。まだ出てくる。いけるな、いけるな。うまい、うまい、うまい。下田に対してどう持ってくるか、そして合わせることができるか。しかし下田の速さ、スピード、こういったところも武器ではあります。どう、どう入れるか。こんな感じかな、まあ、頑張ったよね。でも、まあ、先行での走りは良かったから、うん、こうやってね、安牌走りしなかったから。今回名阪来るときはすっごい楽しかった。いつも憂鬱だった名阪が歌歌いながら来た。自分自身の中身とか考え方とかメンタルの持っていき方とか精神的なものとかも試してみて、なんか少しやっと答えが見えてきた感じ。すごい笑ってる時間多かった。名阪行ってドリフトできるって、じゃあこういうことやってみたいな、ああいうことやってみたいなっていう心の変化があったから、だからすごい余裕だったんだと思います。競技のね、ここに車をシビアにコントロールできるかできないかっていうところでずっと走るってものすごい成長だから、それは運転技術だけじゃない、もう人間も。というか直ってないというか、まだパイピングはちょっと間に合わせで、大都合が大変なことになってんだよ。全然曲がらない、全然曲がらない、全然曲がらない、頭が全く入らない。ツアーセッティングではどうにかならない、なんない、はあ、いや昨日も試したけど、うん、バチコーンができなくなる。バチコーンはない、全くない。
最初の沈み込みがない、うん、あ、でも曲がってんな、あ、曲がってる、うん、ちょっと曲がってる、原因はこれかもしれない。でもそれは奥息吹のクラッシュが原因ですか、曲がったの。そんなんで絶好調だったの。あ、今からジンマイスターの山口さんのところにステッカーを取りに行きます。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。第一の任務、ジンマイスターさんからステッカーを持ってきました。はい、さすけんさん、ステッカー走ってきました、走られてきました。これからバンピーとフェンディを直します。じゃーん、バンパー綺麗に色を塗っていただいております。っていうか、カナダめっちゃ変わってる。これ前なんかこんなかっこいいのついてなかったんですけど、変わりましたよね。うん、わかる、わかります、すぐわかります。ワンダフルワンダーさん、ワンダフルワンダーさんですか、はい、わ、ありがとうございます。いいですか、リベットの再開いきますか。まあ、ドリです。バンパーが新しくなりました。これからステッカーを貼ります。あ、ついたついた、やっほーい。あれ、あ、ついたついた、ついた、ありがとうございました。結構時間かかったな。間に合った。イエーイ、イエーイ。右側が、右側がもう右がうるさい。イエーイ。おはようございます。 D1 ライツが始まります。今回の日光は車もぶつけてしまい、あの奥へ向きの練習走行で、でそこからものすごい多大なるお仕事を増やしてしまい、そしてテストしたけど車がもう全然あの乗りにくくなっちゃって別物になってしまい、マジで自業自得。もう原因とかももうできる限りのことは潰してきてもらったので、もうこれは、私次第でございます。治りました。しかし良かった、良かった。元に戻った。ああ、良かった良かった。さあ、近いところにいるか、近いところにいるか。まずはターンに上げる、そして下田がいく。下田がいいとこ。下田がいいとこ。いい距離、いい距離。増田どうだ。
ものすごいところにいる。下田の懐見ながら入ったー、すごいところ、いや危ない危ない危ない、今エンジンがやはりちょっと何か調子悪いのか、シムが飛んだと思う、回しすぎで、いやーここでタイムアップ。ここまで来たら、ほらね、昨日今日始めた人じゃないから、もうライツも5年目だから、まあ好きなようにやればいいんだよ。好きなようにやればいい。うん、自分がやりやすいよ、うん。いやーもうライツ折り返し地点来ちゃいましたね。もう日光と美北で終わりですよ。あっという間ですね。なんか寂しい。ね、だってライツ今年で卒業かもしれないじゃん。終わりが近いっていう。そう、なんかそう思うとすごいちょっと寂しい。だってさ、ここで育ってきたから。まあもちろん、まあ、勝ちに行くとかそういうことをもう意識してるけど、後悔ないようにやりたいなっていう感じ。なんかね、だってほら、去年とかはまた来年があるとか思ってやってるけど、また来年頑張ろうとか、またこの失敗を来年生かそうとかやってるけど、もうさ、次はさ、あるかわからないからね。今日こそ。本田さやか、本田さやかドライバー、このライトではやり残すかのためだけに、しっかりとまだ戦っている本田さやか、その走りを見せつけることができるかどうか。青いマシン、ずっと打ってくる。これはちょっと行き過ぎた。そのまま、ああでも角度が戻りながら中入っていく。これは落とし過ぎた。はい、全然全然ございます。1ゾーン落とし過ぎな。ちょっと意識しすぎだな、あれだと。さあ来た、青いマシン、下田さやか、どこだ2本目。お、これは入ってくるか。飛ばした、飛ばしたけど、飛ばすから浅くなるでしょ、角度が。それでもなんとかそのまま合わせて待ち切ってる。今でも角度の向きの変わり方は変わり方良かったですね。ああ、入ってくるか。本田さやか、97.6510位。11番手下田さやか、12番手野村誠一、13番手小暮弘明、14番手先行入場できるということになりますので、会員番号の先行をご用意の上お待ちしております。これで伸ばった。ベテラン古賀重信、そしてその対戦相手は下田さやか。下田選手は日光に忘れ物があるんですよ。そうなんです、はい、ちょっとそのためにチームにも無理を言って、うん、ライツにも今年参戦させていただいているので、そうです、皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。下田としてもこのライツでやり残したことは、この日光でなんとか優勝というところまで水槽の走り見せつけたいところです。ああ楽しみだ、左に入るかな。いいよ。さあ、どうやら両者今スタートしてまいります。まずは小林芸能先行、あとは石本さやか、青いマシン、このS1号、下田のマシンだ、このマシンの後ろ、いや、いいところにいるぞ、大丈夫。さあ、近いところ、小川の飛び込み、そして下田、小川出た、小川出た、これは痛い、これは痛い、小川。
冷静に冷静に、なんとかなんとか、これは痛い、姿勢崩さず下田行った。あ、これはちょっと下田にブーありですね。ありですね、だいぶありですね、はい、下田と、でも今下田も落ち着いてましたよね、はい、先行がぶっ飛ぶぐらい行っときながら振り出した瞬間ちゃんと見て、うん、多分ウイリーしながらウェーイって言ってた。病気なんですか下田は。え、いつも言ってるじゃないですか。いやだからだから、いや運転しながらも言ってるんですか、あれ言ってんじゃないですか。おかしなことです。車載見てみたいよね。おかしいです。笑いながら乗ってるかもしれない。ケタ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 。とにかく逃げモードにならないですね。うん、だって相当アドバンテージ取ってからね。いい走りですよ。いよいよ入れ替える2本目。下田が前。だからこれ下田ミスは引かれませんね。はい。ここは大きなミスがないように。そして古賀重信は続いていきたい。さあ、ちょっと離れてるの？大丈夫ですか？さあ、下田が立ち上がってくる青いマシン、後ろから、いや離れてるぞ、離れてるぞ。さあ下田がいいとこだ。これじゃ入れない、これじゃ入れない。下田がいい、下田がいい。これはきっちり、あー後ろは出た。はい、これで決定。下田がいい走り、先行でもしっかりとしました。ベスト8進出、下田さやか。よし、よくやった。 OK、 よしたのりと下田さやかもやったことあるな、これ。これ、なんか負けたような気がするな。俺もそういう記憶があるな。さあ、というところで出揃いました。ベスト8の4組目。伊藤光則先行、後追い下田さやか。おー、やる気満々。いやー、リベンジ。伊藤光則、リベンジなるか。下田には2回負けたくない。どうぞ下田。まだまだもちろんいい走り。また伊藤に勝つチャンスがある。後追いとして。どんな走りで来る、近いところ、あー飛び出る、飛び出る、今度はマンチが飛び出る、それに対してついていく、ついていく、後追いもちょっと、そして先行飛び出し、2脱だね。 0.5 の、伊藤のランクと、はい、そして下田の同位の走り、はい、というところ、はい。今スタートしていく入れ替えの2本目、ベスト4の座はあと1つ。おー、やる気満々。いいよ、そりゃそうでしょ。さあ来たぞ、さあ来たぞ、伊藤光則。さあ下田に2度負けたくない。ダメか。もう1回近いところ、どうだ、すごいところから飛び込みたい。入ってる、ちょっと切ったけど入ってる。もう1回近いところ、さあどうだ。下田が、あ、通ってない。これは通ってないですよ。うわ、先行下田、第2ゾーン普通か。この戦いも、もう一本ずつ。サドンです。踏ん張った伊藤光則。タイヤ変えるよ、タイヤ変えよう、タイヤ変えます。伊藤光則選手、簡単じゃねえなと思ってますね、そうですね、今これ。これ下田は、下田はかなり手怖いぞと。これタイヤ変えたのが俺怖いですね。タイヤ変えますね、下田選手タイヤ変えてます。両方ともに変えているかなというところ。さあ両者同時にタイヤ交換を終えて、今スタート地点に向かいました。さあサドンです。いよいよこの戦い、ベスト4の座あと一つ、伊藤か下田か決まってくることになります。いよいよこのラウンド6も大詰めになってまいりました。さあいよいよサドンです、動き出した。まだ伊藤光則先行、後追い下田さやか。さあ下田当然飛び込んでくる。もう伊藤を捕まえている、捕まえている。青いマシン S1 号、下田か。さあ伊藤の下から入っていく。これは綺麗だ、これは綺麗に入る。そして綺麗な先行、両者いい、両者いい状態。先行ミスなし、そして後追い取った。0.5 取れたかな。え、やばいよ。ああ
さあ下田のモンデットが開いている。何かトラブル発生。ちょっと今ジャッキが上げられてますけども、確かにクニさん、はい、これバーセベルトの交換だけだったらジャッキ上げる必要はないですよね。はい、ないですよね。はい、何か他にもちょっとトラブルがもしかしたら、はい、出ている可能性があるぞと。なんかめっちゃ漏れてますよ。下から下から下から結構頑張ったのにな。パーセント高圧ホース。タンク。もうどうしようもないけどね。うん。うん。ダメだ。待って。はい、緩めて。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light.1は持ってきてないんだよな。ここがね、結構踏み込まないと戻りそうになる。去年までのファイナルとちょっと違うね。なんか路面張り替えたらしいんですよ。ほら、なんか色変わってるの分かるでしょ。うん、路面で変わんの？変わってんの？じゃあ、次のヒート4速3速でちょっと真剣に走ってきた。3速の間ちょっとパワーバンドは足らないんですけど、
まあうまく調整すぎゃなんとかなるかな。一回踏み込んで、やっぱ一回回転数が落ちるじゃん。あれはなんかなじゃん。あー 4.1 ファイナルのデフをデフケースごとさ、持ってくることってできないかな。おはようございます。おはようございます。 D1 ライツこの美北戦で最後なので楽しんでいきたいと思います。はい。おお。こんなほらこんなのがこびりついてますよ。だからグリップが上がるんです。これ何ですか。水。これ水。これは塩。塩ニンニク味の塩。最後まで走り切りますから、そのためのお祓いをしたいと思います。去年美北に来た時に1日目予選落ちで2日目がテラシャ俺で走れなかったんだけど、水槽をやってる時に見てたの。水槽
その時にすごい感じるものがあって、水槽残ってる人たちはまたそこで実践がどんどん積んでいけるわけじゃん。で、私はそこから見たものから引っこ抜くことしかできない。なんかね、すごいね、なんか悔しいなって思ったの。その時にね、私サトケンさんに言ったんだ、来年もライト出してもらえませんか。もうその時は GP の権利取れるって決まってたから、そのまま GP に上がるからライトは卒業って言われてたんだけど、いやー、今この瞬間そこに入れない私はまだまだ全然ダメだって、なんかその時に思って、もう1年 D1 ライトで強くなりたいなって思ったのがね、ここだったの、魅力だったの。グループ前半、早見、久保川、土井正和、下田、山口、田中という有力どころが入ってまいります。最後受けなかった。いや、本当にさっきの下田選手の4コーナーもったいなかったな。ねえ、ただやるときはやるね、下田選手ね。はい、あれ引っ張られてるんですか。引っ張られます、はい。下田のマシン、下田のマシンはですよね。だから立ち上がりおかしかったか、前回日光での第2位、ありがとうございます。4人8人で3人で3人で3人で、まっすぐまっすぐで、すいません、ありがとうございます、はい、トピット設営が1時からなんですが、畑野さん、タービン見てみよう、タービン、あのインテックパイプ外してみよう、あのエアクランスダブルになってる、タービンじゃないの、結構ガタリ、タービンか、どうぞ、入った、入った、うっすーじゃん、タービンもダメ、タービンで攻めばいいけど、
タービンであることを祈りましょう。Yeah.